はい、どうも皆さんこんばんは、バシュウチュンニチでございます。はい、ということで皆さんもう知ってる方はいらっしゃると思うんですけれども、スクエスでね、つい最近アップデートがありまして、ちょっと前だけども、まあありまして、そこでね、新しくリプレイ機能というのがね、追加されたと思うんですけれども、まあもう皆さん多分でもやられた方多いかと思いますが、今回はその機能を使って、スクエスをね、プレイしていこうかなというふうに思います。まあ、お前何言ってんねんって言われるかもしれないんですけれども、まあ、一旦僕はね、この、今撮ってますけれども、一旦ビデオを止めて、プレイして、で、また動画を再開して、なんか撮り直しっていうかな、また撮って、そのリプレイを皆さんに見ていただこうっていう感じの、ただ、そういう感じの動画になります。まあ、今からね、ちょっとプレイするんですが、今回プレイするのはこちらですね、ドリーミング55。こちらをね、初見プレイということでやっていきます。まあ、いつものプレイ動画とは違って、喋らないでやるんで、いつも僕がやってるスタイルっていう感じかな。カットインはオンにするんですけれども、いかに僕が喋らないでどこまでついていけるかをね、見ていただけたらいいかなと思います。で、条件は、カットイン、あり。まあ、薄いけど、薄めのカットインあり。で、特技、サポートっていうかな、特技はなしにします。特技発動なしにします。これでまあどこまでいけるかっていうのをね、皆さんに見ていただこうかなというふうに思います。それではまたね、多分次はリプレイ動画になります。はい、それではまたね。しかし彼はここで地獄を味わうことになる。はい、ということで、ただいま、プレイが終わりましたので、リプレイの方を見ていきたいと思うんですけれども、まあ、今の段階では多分今モザイクかかってると思います。それでは、気になる、ね、結果は、どうだったでしょうか？はい、リプレイ見ましょう。正直言うと、めっちゃ、もうこのね、見たらわかるけど、この上のゲージを見てもらうとね、あ、こいつここでミスるなっていうのが分かっちゃうんですよね。もうやばいよね。もうなんかさ、すごいなんかノーズ抜けが多かったです、正直。まあ普通にね、タイミングが合わないっていうのも多かったので、もうただの下手くそですよ、本当に。いやでもこのリプレイ機能ね、本当になんか自分がね、どこで間違えてるのかっていうか、なんかその間違いやすいポイントみたいなのがね、多分わかると思うんですよ、僕。あとね、このリプレイ再生中に画面をタップしても一時停止のボタンを押さない限り、なんていうかな、タップ練習ができるんですよね。なのでまあそうやって練習するのもいいんじゃないかなというふうに思います。ほらもうすぐ来るよ。ほんと下手くそだよね、もうこう見るともう恥ずかしい。さあもうここら辺が結構ひどかったね。グレートも連発して、でね、まあまさか、まあもう曲終わっちゃうんですけども、見て最後、いや、そこでミスるみたいなのも分かっちゃうんだよね、これ。タイミングが悪かったですね、本当に。さあ、行くよ。はい、コンボ切った。いやー、これはひどかったね。まあ、ということで僕の結果こんな感じでした。コンボ148ってなんすか？いやー、もう、なかなか、もう、恥ずかしいとこまた見せてしまい申し訳ございませんが。いや、まあこういう感じで、リプレイをね、まあこういう自分のプレイを振り返って、自分の弱点であったりとかっていうのをね、見れるんじゃないかなというので、すごいなんかいい機能ですよね。下手くそだなぁ。はい、ということでありがとうございます。まあね、今イベントを行ありますが、もう全然走れてない状況ではございます。いやー、難しかった。いやー、これまたちょっと、本当にリベンジしたいね。特技なしで。いやー、まあでも楽しかったね。B しかつかないというこの辛さ。
はい、ということで、まあ、本日はね、いつもとは違ったプレイの方やってきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、リプレイ機能ね、皆さん、使ってる方いるかもしれませんがね、まだ使ってないよって方いらっしゃいましたら、ぜひね、活用してみてはいかがでしょうか。これ本当にね、いい機能だと思うので、僕も今後、ちょっと、マイク使っていこうかなというふうに思っております。ね、苦手な面の研究にもなるんで。はい、ということで、まあ、もしね、この動画参考になってたらいいかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったらぜひ高評価の方してってください。はい、ということで、次回の動画でお会いしましょう。場所12日でした。またね。バイバーイ。